田中恵子さんです。大阪府ビューティーケア赤十字奉仕団のメンバーでいらっしゃいます。テーマはしなやかな活動で希望の芽生え。まもなく20年を迎えようとしている阪神淡路大震災、今でも体が震えるほど恐ろしい震災でした。その直後、何か自分にできることはないだろうかと思い、被災地の市役所に電話を入れて、初めてボランティアという当時は耳慣れない言葉を聞きました。被災地ではまだ水が出ない状況でしたので、ほこりや汗で頭皮がかゆいのではと思い、ブラシに10センチに切ったガーゼを挟み、髪を溶かすというインスタントシャンプーを思いつき、被災地の皆様に多くの笑顔をいただきました。この時の感動を宮中深く受け止めることができ、人を支えるのは社会や制度ではなく人の心であることを学びました。その年の夏、テレビにお年寄りの方々が映し出され、ビューティーケアを受けながら嬉しそうに会話をされている様子です。おお、シワが伸びてお嫁に行けそうじゃ。おお、なんと気持ちがいいこと。照れながらも嬉しさを隠せない様子が画面いっぱいで映し出されていました。私は早くに母を亡くし、生きていればもっともっともっと触れていたかったなと思うと、涙がポロポロあふれてきました。このボランティアをしたいという気持ちが胸いっぱいに広がりました。16年前に大阪にビューティーケア赤十字奉仕団を立ち上げました。私たちの活動は手のぬくもりで言葉を伝えるボランティアです。会場の皆様、お隣同士の方と手を触れて握手をしてみてください。どうぞ。言葉は交わさなくとも、血の通った人間同士が心を通わせ、そばに寄り添い、そして愛の架け橋となっているタオルをお互いにかけたとき、優しい気持ちになれるのです。このような活動を毎年団員を増やしつつ活動を続けていましたところ、2011年3月11日、あの日テレビで見た東北各地の惨状、本当に日本で起きていることなのだろうかと言葉を失うほど衝撃を受けました。地震、津波、原発、風評被害、農作物出荷停止という五重苦の町、当時福島県はボランティアが入りにくく、心のケアとして現地入りしてくださいと日赤から要請があり、大震災から3ヶ月後の6月7日に日赤大阪府支部チームとして芸能奉仕団、写真奉仕団、ビューティーケア奉仕団、支部職員の総勢31名が福島県に向け出発しました。車中11時間という長丁場を乗り切り、
猪苗代、浦磐梯の被災地4カ所を訪問し、原発3キロ圏内から避難されていた200名の皆様とお会いすることができました。被災地での活動は手、顔、肩、足への1対1での触れ合うことでコミュニケーションを高め、そしてすいません、1対1でのスキンシップや笑顔で会話をし、触れることで心からのリラックスをしていただき、そして口紅をつける程度の優しいお化粧、すいません、触れることで心からリラックスしていただき、そして口紅をつける程度の薄化粧、ご希望されるケアを行いました。安心されたのか、足のケアの途中ぐっすり眠ってしまった方もいらっしゃいました。3ヶ月ぶりにお化粧するわ、生きている気がすると生きることの素晴らしさも実感していただきました。ケアの技術というよりも人としての思いやりの心が届いたのでしょうか。2カ所目の訪問先、リステル猪苗代に到着した時のことです。思いがけないことが、レンゲとマーガレットの花が瓶いっぱいに詰められたブーケと、大阪の皆様ありがとうございました、忘れませんというメッセージが届いたのです。圧倒的な悲しみと涙の中にあっても、応援で心が和らいだよと気持ちの込められたブーケに、団員の目には涙があふれていました。私たちも赤十字のマークを胸に、できる時にできることを、できる時にできることを精一杯しなやかに活動していける幸せに感謝しながら生きていきたいと思います。いくつものつらい経験から希望と芽生えを信じていながら頑張っておられる皆様、どうぞ頑張ってください。忘れない東日本大震災を、忘れない東日本大震災を。